公益社団法人日本バス協会は、バスの公共性を広く、一般に啓蒙し、バス業界の健全な発展、バス事業者の民主的運営及び経営の効率化、バス事業者の総合間の親睦を目的に設立された、公益社団法人である。かつては、日本の利合い自動車協会と称していた。英文団体名は、日本バスアソシエーションである。会員がほぼ事業者であるため、 業務内容はほぼ事業者向けのものとなっている。バスの公益性の啓蒙のために様々な活動を行っている。すべての都道府県において都道府県単位でバス協会が設けられており、各都道府県バス協会と都道府県バス協会に加入している事業者が普通会員となる。会員からは会費を徴収し、バス事業の経営基盤の安定を図る目的で使用される。 なお、日本国内でバス事業を営むにあたり、本協会及び都道府県バス協会への加入は必須ではなく、バス協会に加入していないバス事業者も存在する。普通会員の事業者は車両に日本バス協会のステッカーが貼られていることが多い。国鉄から分割民営化した JR バスグループも加盟している。ありがとうございます。